JR 石勝線の山間部をゆっくりとしたスピードで走る特急列車。今日午前、札幌を出発し、帯広・釧路方面へ向かう列車です。JR 石勝線の川端新夕張間では、先月31日、大雨で線路に土砂が流入し、札幌と帯広・釧路を結ぶ特急などが運休していました。その後、復旧を終え、今日午前、4日ぶりに特急列車、普通列車ともに通常運行に戻りました。JR 帯広駅でも札幌行きの特急列車が出発。乗客は胸をなで下ろしています。釧路とか十勝の人はね、やっぱりこの JR が普通になるとね、やっぱりみんなすごい影響するんでね、盤石な体制でやってほしいなと。JR によりますと、先月31日から今日までの5日間で、特急など124本が運休し、およそ1万1700人の移動や農産物の輸送にも影響が出たということです。